の防空壕施設に描かれた壁画近年は芸術家が地元の子供たちと共同制作することが多く、これもその一つルクソールのトトメス三世の応募で見つかった壁画。壁画は建築物や洞窟の壁、天井などに描かれた絵画。人類の最も古い絵画は洞窟の凹凸を利用して描いた壁画であり、 人類が建物を作るようになって、以後もその壁面に絵画が描かれるなど、絵画は居住空間や神聖な空間の壁と切り離せない存在だった。絵画は次第に洞窟や建物の壁面から離れ、独立した板や布に描かれるようになった。しかし、多くの人が同時に見ることができ、しかも空間全体を変容させて見る人を包み込む効果のある壁画、 天井画は今でも数多く制作されている。メキシコ、カカシュトラ遺跡の壁画、古量を捉えた場面メキシコ、チアパス州のマヤ遺跡ボナンパックの壁画壁画は世界中の遺跡から出土している。石器時代の洞窟の天井や側面に描かれた洞窟壁画は現存する人類最古の絵画である。これら洞窟壁画は様々な色の土を顔料に使い、 洞窟内の凹凸を利用して描かれ、おそらく祭祀などに使われたものと思われる。歴史時代に入ると、墳墓や建物の壁面が絵で飾られるようになった。アジアでは、インドや中央アジアの石窟などに仏教壁画が描かれ、中国や朝鮮、そして日本の仏教美術に影響を与えた。初期の日本の古墳や寺院の壁画にはコークなどとの手法や、 技術の共通点も見られる。西洋では古代エジプト、古代ギリシア、古代ローマの住居などの後に壁画が見られる。特にサントリーニ島やポンペイ、ヘルクラネウムなど火山災害に襲われて瞬時に埋まった地域では建物の中から保存状態の良い壁画が発見されている。こうした西洋の壁画の技法はフレスコと呼ばれるもので後に キリスト教会などの壁画や天井画にも使われ、ペンキやスプレーが普及した21世紀でも壁画製作に使用されている。ミケランジェロの作であるバチカンのシスティーナ礼拝堂の最後の審判などは有名である。また、レオナルド・ダ・ヴィンチによるミラノのサンタマリア・デレグラツイエ修道院の食堂の壁画、最後の晩餐もこの時代の有名な壁画だが、これはテンペラ画であり、 食堂という環境もあり、劣化が早かった。メソアメリカでは、チアパス州のボナンパック遺跡と、中央高原のカカシュトラ遺跡の壁画がよく知られている。アンデスでは、プレイインカの時代から、リマ文化やモチェ文化などの神殿の柔らかな、日干しレンガの壁面に施された浮き彫りに、彩色されている事例の他に、エルブルー、パニャマルカガなどで直接彩色した壁画が見られる。 またもちより後に、北海岸で北方のヘケテペケ川中流域のバタングランデを中心に20世紀頃繁栄した士官文化のベンタナス神殿にも見られる。古代の壁画は遺跡や墳墓の発掘調査の進展とともに多く見つかるようになっているが、長年愛機や湿気に触れなかった繊細な壁画はカビや光で痛む可能性があるため、どのように保護し、 また観覧に供するかは今後の課題である。ラスコー洞窟は観覧者の泊、息の二酸化炭素や持ち込んだカビ類で洞窟壁画が傷み閉鎖されているが、これは保存がま一発で間に合った幸運な例である。近代の大衆社会になって壁画は学のない人々にも主義主張を視覚的に伝える手法として重視された。労働運動、民族主義、 紛争解決の祈りなどの主張のため、工業地帯や紛争地などにも壁画が描かれている。1910年以後、メキシコでは民衆に、メキシコ人のアイデンティティと、メキシコ革命の主張を伝えるために壁画が多く、描かれるようになった。この歴史上有名なメキシコ壁画運動には、ディエゴ・リベラ、ダビッド・アルファロ・シケイロス、ホセ・クレメンテオ・ロスコラの作家がいる。 その他アメリカ合衆国でも大恐慌の際に連邦美術計画によって失業画家を雇って公共建築に壁画が描かれ共産主義国では多くの政治的スローガンとともにプロパガンダ用の壁画が描かれた北アイルランドロンドンデリーの壁画パレスチナの対イスラエル闘争やカタルーニャの独立運動との連帯を得意が見られる中央は 暴動鎮圧用のプラスチック弾の使用禁止を求める宣伝。ローマのサン・イニャー・アツヨ教会のバロック天井が北たアイルランドは、1970年代以降、建物の多くにイギリスとの連合維持を求める、ユニオニストやイギリスからの独立を求める、ナショナリスト双方の主張を交えた政治的な壁画が描かれ、そのいくつかは、紛争を煽るとして、論議を呼んだり塗り替えられている。 1980年代以降世界中に広がったグラフィティは建物などの所有者の承諾を得ない損壊行為になり得る。しかし、若者の様々な主張や趣味を表現しているものとも言えるので、単純な法的、規範的な逸脱行為として捉えるのではなく多面的な評価が必要である。また、次第に壁面全体を大きく使うものが現れるようになっている。 キース・ヘリングは美術界で認められ有名になった人物だが、その他にも多くのグラフィティアーティストが世界中におり美術館などでも取り上げられるようになってきている。また、公共の場所や商店街への落書き防止や地域共同体の結びつきを深めるために学生を含めたみんなで壁画を作る運動もある。日本日本以外。ありがとうございます。